無観客も覚悟しながら、どのように示されても対応ができるようにしていきたいと思っています。前回の5者協議でもお話をさせていただいた通りであります。政府が示す基準にのっとって5者協議を開かせていただきたいというふうに思っております。そこで政府の示す基準に沿って決定をしていくということですので、組織委員会としては無観客も覚悟しながら、どのように示されても対応ができるようにしていきたいと思っています。来週7月の6日未明には再抽選の結果が発表ということであります。これはチケットの保有者の方にはご不便をとご心配をおかけすることになっておりますけれども、これをどのように対応していくかということについては、早い段階でしっかりと方針を決めていきたいというふうに思っております。早く判断しなければいけないと思っております。会っていただく場所、こちらが指定した管理されるホテルや滞在先というものを確保させていただいて、そこで授乳をする、あるいは会っていただくというふうに、そういったことが可能となるようにしっかりとした環境整備、これをさせていただくということで、安心してママアスリートに来ていただける、そういう環境も整えたいなというふうに考えています。